ヘイトに反対といえば何でも許されるんだろうか。動画をご覧いただきましてありがとうございます。沈丁儀でございます。えーとですね、えー、前々日の日曜日、6月3日にですね、えー、神奈川県の川崎市、川崎市のですね、川崎市教育文化会館というところでですね、ヘイトスピーチを考える会という団体がですね、えー、講演会を行おうとしたんですね。で、この団体はですね、え徒、ー、瀬戸博之さんという、まあどちらかというと、まあ。あ 右寄りの方の、まあ、保守的な方のですね、えー、まあ、団体なんですけど、彼らがですね、まあ、いわゆるヘイトスピーチと言われているものをどう考えるのかというような講演会をしようとしたんですね。で、その時にですね、いわゆるその、まあ、考えと反対の人たちが押し寄せてですね、で、その、その瀬戸たちのまあ講演会というのを中心させたという事件があったんですね。で、これはですね、 えー、講演会そのものを中止させたんですね。で、別にその外部でやってるもんではなく、今言ったようにですね、えー、教育文化会館のところで行われてるんですけども、これをまあ所管してるのは川崎市なんですね。で、川崎市ではですね、えっ、ー、と近年ですね、いわゆるその、まあ川崎市はあの在日コリアンの方もたくさん住んでいらっしゃるんで、そういったヘイトスピーチを取り締まるための条例があるんですね。 で、そういう条例の中において、いわゆるそういう講演会とかっていうものを中止させることはできるんですけども、今回この川崎市長はですね、えー、現時点ではあ、不許可の要件には合致していないということで、この瀬戸さんのですね、講演会というものを、まあ、あの、やることを容認したわけですね。つまり少なくとも川崎市という立場のところがですね、今回の件はヘイトスピーチに当たらないと。 ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ、ヘイト集会に当たらないというようなことを言っているわけですね。で、あるにもかかわらずですね、えー、反対派の人たちというのが押し寄せて,て、その、まあ、講演会を中止させるというのはですね、これはまあ状況を意識したような行動だと私は思うわけですね。彼らにやっている行動というのはですね、私はむしろ言論ナースというよりも差別であるとかいじめであるというのに本質的に近いんだろうなと。思う。う彼らというのは、 いわゆる今回の講演会を中止させた、いわゆる反ヘイトと言ってる団体ですね。反ヘイトの団体、反ヘイト活動をしている人たちっていうのは、実はヘイト活動なり、差別なり、いじめというようなことを率先して行ってるんですよ。実はですね、これは私の持論なんですけど、人間というのは差別をするもんなんですね。まあ、あの、以前もお話ししたんですけども、 えー、人間は個人として生きてるんですけど、社会の中で集団としても生きている。集団の中で上に上がろうとすると、まあ上に上がった方が、集団の中で上に上がった方がよりまあ快適な生活ができるわけですね。で、そのためにはですね、えー、まあ努力して上に上がっていくのか、もしくは上の人を引きずり下ろすのかっていう2つの方法があるわけですよ。 で、いわゆる差別であるとか、いじめであるとかっていうのは、いわゆるそういう行動、つまり自分がその上のものを引きずり下ろし、上のものにレッテルを貼って、こいつはダメだっていうふうに決めつければですね、自分が上に上がっていけるわけですよね。であるがゆえに人間というのは差別やいじめをするんだよという話なんですよ。で、実は差別といじめの違いは何かっていうとですね、基本的に一緒なんですよ。今言ったいわゆる集団の中で上がっていく行動なんですね。 そのために人間はその差別やいじめをしたい。何が違うのかというと、いじめの場合っていうのは比較的こう小規模なものなんです。だいたいそのいじめをする方とされる方っていうのは顔見知りでね、えー、プライベートな空間の中で行われるのがいじめなんですね。だからあの職場であるとか学校であるとかっていうある種のプライベートな内容でやるんですよ。で、えー、差別というのはもう少し大掛かりになるんですね。 でいじめ、あの差別をすることされる方っていうのは、あまり顔見知りじゃないんですよ、だからあ、何々民族であるとか、何々宗教であるとかっていうやつっていうのは、だめなやつなんだよとかあ、劣った民族なんだよっていうふうにレッテルを貼って、攻撃をするんですね。で、あの結局、そのおいじめにしろ差別にしろですね、相手の声に対する攻撃というのを、そのローカルな。 ああの集,団集団の中ででですすすね正当化する行為なんですよつまりいい昔のドイツ人の中においてはユダヤ人というのを攻撃して構いませんよとそれは正当化されますよという理屈なんですねでその学校なり職場なりのいじめの中においてもこいつはいじめられてもいいんだよみんなでこういじめても構いませんよというそういうコンセンサスを作っていくものなんですよで こういうですね、攻撃をする正当性を作るものが実は差別、もしくはいじめなんですよ。今回ですね、そのまあ、反ヘイトっていうようなことをやっていた人たちっていうのは、自分たちと違う意見の人たちに対して、いわゆるヘイト団体とかヘイト集会とか差別団体というレッテルを貼り付けることによって、一方的な攻撃をするということ、そういう図式を作ったわけですね。 つまり彼らがやってることこそが、実はヘイトであり、差別であり、いじめだったんですね。これはね、恐ろしいことなんですけれども、在日コリアンとかに対するヘイトとかっていうのをやるとですね、いわゆるその、国会で取り上げられたり、メディアなんかでこうやって生やしさせたりするんですけど、実は彼らがやっている、いわゆる自分たちと考え方が違う人間たちにヘイトのレッテルを貼り付けて行っているヘイト活動、差別活動、いじめ活動ということは、 むしろ国会議員の先生が率先してやってたりするわけですよ、中にはあの、まあ、ヤクザがまがいのような人間がですね、その脅したりしてやってるんですね、で、こんなことっていうのが、どうしてこの法治国家、日本で許されるんだろうかと思うわけですよ。で、このことに対しては、ですね有田芳生さんという、ですねあの今現在は立憲民主党の方なんですけども、前々日の行動に対しては、称賛をしてたりするわけですよ。 で、彼はですね、いわゆる今言った私の言論弾圧に対して称賛してるわけですね、で、こういうことをおかしいという意見がなんで出てこないんだろうって思うわけですよ。こういうことを許しといていいんだろうかと。前提として話しておきますけれども、私、陳情記はですねあの、いわゆるヘイト団体、えーその、朝鮮人で出てけとか殺せとかっていうようなですね、えー、そういうその団体っていうのは明確に否定します。 そして彼らはですね、ある程度そういうその言論についてはですね、制限されても然かるべきだというふうに思います。で、中には刑事罰を受けるっていうようなことがあってもいいと思います。だけど、十分その議論の素性に乗せてもいいことであるんであればですね、大いに話し合うべきなんですね。その話し合いというもの、もしくは講演会というものを中止させるなんていうことは、これはあってはならないわけです。今の日本においてはですね、 いわゆるそのリベラルと言われている、まあいわゆる野党的な人たちっていうのの上況一体の行動が非常に多くなってるんですね。で、これはなぜかというと、彼ら自身が望みがないからなんです。望みがない。つまり、野党として非常に右寄りの安倍政権というのがですね、もう何年も総理大臣をやっている。で、スキャンダルも結構ある。支持率もまあ下がってる。で、あるにもかかわらずなかなか倒れそうにない。 最近は加計森友学園の問題で一生懸命やってですね、支持率は下がってるんだろうけど、まあ、ちょっとやめそうにないわけですね。じゃあ、彼らはどういうことに生きがいを見み出せばいいんだろうかと。日常的なストレスがたまり、うさがたまり、それに対してですね、解消したいんですよと。そのののスストレス解消の矛先というのを まあ、あの、嫌いな奴らだから叩くんだよっていうんだと、大義名分が立たないから、あいつらにヘイト,ヘイト団体のレッテルを貼り付けて、まあ、暴力的に彼らの邪魔をすることで、嘘を晴らしているんですよと。こういう状況というのは、まともな政治からですね、どん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 遠ざかっていくんだろうなというふうに思います。えー、だから今現在ですね、置かれている、まあ、特に野党の状況というのはですね、 危機的なというかですね、危機をもう完全に通り越しちゃってんじゃねえのかなと。で、それをぜひ自覚していただきたいなと思うわけです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。えー、またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアイトをつけてありますんで、えーさえーえー、登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。